オーキッドレディス女子ゴルフの今年初戦大金オーキッドレディスが4日沖縄琉球時 EC6561 ヤードパー72で開幕した渋野日な子サントリーは71で回り1アンダーで首位西郷真央大東健拓と7打差の20位発進石川亮カシオからスイングの助言を受け フォーム変更に着手中だと明かした。渋谷は1。2番をパートした後、3番で5メートルのバーディーパットを沈めた。2021年初バーディー。昨年はコロナ禍で中止となり、2年ぶりのツアー開催となった沖縄のファンが沸く。拍手や、おう、と声が響いた。9番で落としたが、10番でバーディー 15番でもバーディーを奪ったが、最終18番のボギーで1アンダーとなった。昨年12月の全米オープン以来の試合、朝の練習場からスイングを念入りにチェックしていた。クラブを引き上げた際、トップの位置が低い。シャフトが右肩の下付近に当たるような形となっていた。これについて渋谷はこう説明した。 今までは高めに上げていたのをちょっと低めにトップまで上げたところでクラブが自分の肩より上がらないように安定感再現性を高めるためです左へのミスが減る縦振りというより横に近いスイングですね円っぽいスイングを目指しています安定したショットを手に入れるために挑戦きっかけについてこれは 昨年からお世話になっている石川両プロから助言をしていただいてやっていますと説明。今まで見てもらっていて。それに、プラスアルファですねと明かした。全英女子オープン優勝などを支えた青木賞コーチから昨年限りで卒業したと話し、今は専属契約なしでプロ仲間などからアドバイスをもらいながらやっているという。この日の10番パー4では、 残り135ヤードの第2打を7アヤンで2メートルにつけてバーディーを奪った。自分がスイングすると手応えはわからないけどショットは良かったかなと振り返り理想のスイングに比べて点数を聞かれるとまだまだ半分くらい50点ですかねとまだまだの様子試合を重ねる中で悪い癖も出るし 試合をしながらしたいスイングに近づけていけたらと成長を誓った。声援のありがたさ実感渋谷。師匠から卒業、大金女子ゴルフ1年3ヶ月ぶりにギャラリーが入った2021年の初戦。優勝を争った昨年12月の全米女子オープン以来の試合となった渋谷は、大きな注目を集めてラウンドした。 1>, 1アンダーとまずまずのスタート。拍手や声援のありがたみを感じ。最後までめちゃくちゃ楽しんだ。表情が明るかった。出だしのティーショットを大きく左に曲げたが、第2打を花道まで運んでパーセーブ。3番、パー3で5メートルを沈め、いい形とな得のバーディーを奪った。9番をボギーとしたが、 前日の練習ラウンドが中止となった影響で歩いただけだった後半に一つ伸ばした。三年以上にわたり指導を受けてきた青木小コー地の下から昨年限りで卒業した。自分で考えてやれることはやりたいとさらなる成長を求めての決断。青木さんがいてくれなかったら今の自分はいないと感謝の言葉を口にした。 今は特定のコーチをつけず、他の選手らから話を聞きながら練習。ウエッジを4本にするなど、クラブセッティングを変え、トップの位置を低めにしたスイングで安定感を追求している。米ツアー本格参戦を見据え、今年は日米両ツアーを行き来することになる。目の前の位置だ。目の前の試合に全力を尽くしていけたらと無心を強調した。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。